キャベッジ&バードックオンステージ。クリスタルは無茶ぶりですからね。あ、これまだ曲始めないんですね。今始めんのかと思っちゃった。失礼しました。スペシャルが始まるよってやつですね。目を忘れちゃう。今日はスペシャルですのでね、たっぷり。さあ、それで先ほどちょっとお知らせしましたけど、メンバーがね、いろいろございます。僕たちまだちゃんとバンド名を、今言ったけど、一応言ったけど、自分では。じゃあ自己紹介から言っていきますか。はい、はい、じゃあお三方どうぞ。はじめまして、またまた、はたまたお久しぶりでございます。キャベッジ&バードックと申しますけれども、はい、私はですね、ベースを担当しております前田修と申します。どうぞよろしくお願いいたします。はい、そしてじゃあ隣はギターを担当しております渡辺博之と申します。はい、そしてお嬢様、アコーディオンを弾いております竹広るいと申します。るいちゃんです。ボーカルもやっております。そうでした。そうでした。さあ、そしてまさかの声歌とギターを担当しておりますアイリッシュ浩平と申します。どうも、はじめまして。とうとうシンガーとして、まさかの、まさかの、そうなんですね。浩平ちゃんとは長いお付き合いになりましてね。そうですね。ね、もう浩平ちゃんといえばギターを弾きながらいろいろ面白いことを言ったり、言ったりやったり、やったり、まさか、まさか、そうですね。歌も冗談で歌ってるのは聞いてる感じ。そうですね、冗談。冗談の。おはようとかなんか、そうです。おはようとか言ってるのはね、聞いてたんだけど。そうです。本格的に。本格的に歌うことになるとは。まあ、アイリッシュが強くなったからね。ね、アイリッシュは何も関係ないんです。関係ない。どうですか、あの新メンバーとして。いや、あのね、浩平ちゃんは。もうそれはね、もちろんあの、厳選に厳選を重ねましてね。あのこれちゃんと説明した方がいいですよ ね、 すね。まずね、あの我々キャベッジ&バードがですね、それまで別のボーカリストがいて、ね、去年とかもこの番組にことごとく、すごい声のね、ことごとくすごい声の、ね、男がいたんですけど、まあ呼んどころない事情で、うん、彼は引退いたしましてですね、はい、今年のお正月1月1日元旦にですね、めでたい日に、引退いたしましてですねどういうことだって、どういうことだと、フロントマンがいなくなるというのはもうこれバンドにとって大変、どういうことだという、そういう状況だったんですけども、まあバンドは続けようと、ルイちゃんなんかねドヨーンとしてましたからね。それもみんなドヨーンとしてましたからね。もうそうなんですよ。で、じゃあ誰か入れないといけないねという話で、誰がいいかといった時にもアイリッシュ浩平以外にいないだろうと。いや、その前線聞いてたかな、本当にやったわと思ったね。やったわですよ。もう成功だよね、これね。成功ですもん。サクセス。サクセス。本当サクセスストーリー。うん、本当そう思う、うん。素晴らしい。で、やってみてどうでした？いや、もういいですよ。いい。バッチグバッチグですよ。いや、もういいですよ。もうバッチグですよ。まだね、でもね、2回しかライブやってるんですよ、この編集になってからね。本当この5月から、ようやく動き始めたところで、まあ言ったらもう新人バンドですから、我々。だってなんかさっき聞いたら、前の曲やらないってことは、新しい曲を全部作っちゃったってこと、ね、うん、そうです、そうです。何その息加減。息で息だわ、本当にね。そうなんですよ、痩せる思いだわね、本当に、ね、いや、もうげっそりご覧のように、ラジオの日の皆さんは分からないかもしれない。ご褒率が、ご褒率がこんなに美味しくなさそうな他にあるのかねえ、これから本当楽しみです。いや、もう本当に ね頑張ります。クリスタルもまた、後半戦ぐらいでマンスリーでぜひね、出ていただきたいと思います。はい、じゃあ早速、はい、お披露目の曲を、はい、ぜひぜひ。じゃあちょっと軽く自己紹介から始めてもいいですか？まだしてなかったっけ？一応、いつもやってる自己紹介から。あー、で、あ
ああ、例のやつね。ちょっと自己紹介から始めさせていただいてもいいですか。せっかくなんでね。はい。初めて我々のことを知ってくださる方もいらっしゃるかと思いますので、簡単にご説明いたしますとですね、はい、キャベッジ&バードックというのはこれキャベツとごぼうという意味でございましてですね、キャベッジはこれキャベツ、バードックはごぼうでございますね。キャベツのように青臭く、ごぼうのように土臭く、土から生まれた大地のリズム、恵みの雨にいざ歌い、あなたの心に食物繊維を届けます。キャベツとごぼうのキャベッジ&バードック、どうぞよろしくお願いいたします。
うなんですよ。そうなんですよ。びっくり、どんな感じなのかなと思ったら、新たな感じで。新たな感じで。ゆうちゃん光ってる。臭い中にね。低い低い全員が低いってですね。ルイちゃんの声ってあのなんか少女のようなねえ、いいですよね、ルイちゃんの声。こういうインクルにしかったよ。ちょっとだけ前の時って歌ってたような。そうですね、前から少し歌ってましたけどね。だけど猛練習ですよ。さっきちょっと楽屋でちらっと言ってて、あの楽器もしながら歌わなくちゃいけないって、うん、それは今までと全然違うもん、ね、もう僕が無理なんだよ。バシ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 もうみんなにできないっす。できるにやるんだっつって。あの何最初の挨拶でもうごまかされちゃってね。ごまかしてね。やるしか行くしかないよ。キョビジはこの立ちよねみたいなね。初めての人たちあれね、多分びっくりするんだね。いやほら、意味が分かんないと ね、あれですからね。困ったわ、ダンスはちゃんと踊ってないし。まあ、これから踊ってくれることを、ね、期待しておりますよ、ね。今この、チームでは何曲ぐらいできてるの？12、3曲、うん、この短期間に頑張ってた、ね、量産したね。量産量産もう量産。あれ曲は誰？あのまあみんな作ったり、まあもちろんカバー曲もやってたりもするんですけど、それぞれ作ったり。え、今カバー曲やってよって言ったらできるものなの？できません。例えばじゃあ見せびらかしで何が？カバー曲、まあ、カバー曲っていうか、まあ、そのいわゆるスタンダードの曲、まあ、何言われてたっけ、何か言ってたっけね。パハプスっていうね、あれは なんだ、ラテン、ラテンだよね本来は ね、うん、キサス、ね、そうスペイン語でやってる、あのスペイン語でやってるわけじゃないんですけど、おしゃれなカバーだったね、うん、なんかあの昭和歌謡かなんか出てくるのかなと思って。あでもその昭和歌謡的な、あの原田真二さんのキャンディー、キャンディーをカバーしてるちゃん、これルイちゃんがね。ちょっと口ずさんでごらんなさいよ。口ずさんでそれならそれならやるやるじゃん。まあ、やれないことはないですけど。そう、じゃあお願いします。突然のリクエスト、キャンディ原田真二さんでキャンディです。
前じゃないけど喋っちゃおう。まだダンス歌えない。素晴らしいです。ありがとうございます。これいいね。ありがとうございます。これちょっと7月21日のライブでぜひこれも。ああ、もちろんです。やらせていただきます。クリスタルでは7月21日にいつもの南青山マンダラでライブの時に皆さんもね、一緒によろしくお願いします。ぜひこのキャンディー聞きたいわ。このキャンディー。このキャンディーやばいね。トバク君もいろいろね、さっき言った昭和歌謡的なのもちょっとやらかしちゃってくれると今後いいな。そうですね。ね、昭和っぽい感じの写真が入ってましたね。見た目的にはだいぶ昭和だね。みんなそうです。みんなそうだね。昭和的。特にこれ。色目的にさ昭和色が笑わす方のなんかそう、ね、あこっちでもやっぱりそのポジションはゆるが、あでも勝手にそうっすね、うん、このあれなんでこの感じなんで、ね、おさむちゃん結構やるわよ、結構そうっすね、やるときにやるわ、結構ね準備してくるから、仕込んできますね、何もあれ、あの前のやつは17歳だらどったらこったらってやつはあれはまた別ですか、あそっか、でも知らないの、知るよでしょ、うん、そし声がまだ見たことない、あ、知らないの、うん、あれ見なくちゃ、あのライバル心がムラムラとくる、負けたくないわ、恐らく楽しみね、ちょっと本当にいいメンバーでね、はい、ありがとうございます、きっとこれからやりたいことがね、うん、できて、うん、大丈夫、急にみんな辞めたりしない急にみんな一人ぼっちになっちゃうみんな辞めちゃう、みんな、そしたらいよいよ僕も歌いますいよいよ歌います、いよいよ満を持したあらまあ最後にみんなすごい歌いたがりうん、絶対歌わないって決めてるかもしれない、ダルマ落とし形式ね、うん、歌うことになる回ってくるか、意外とね、一人残ってリオで、リオで歌の苦手なものを二人が何ができるかいやー楽しいですね、素晴らしいな、クリスタル大好きな感じのジャンルなんだよね、嬉しいです、知らない人たちとしたらこれは何ジャンルと言うんでしょうね、これはね、ジプシージャズとか、うん、マヌーシュジャズと言われるそのフランスの、生まれたフランスで生まれた音楽があるんですけど、うんうん、1930年代とかにね、うん、その、ジプシージャズを元にしているわけです、うんうん、本来、まあ、結構ジプシージャズっていうのはもうギター音楽で、うんうん、インスト歌がないものが多いんですけど、うんうん、まあ、我々はそれを歌をつけて、うんうん、とにかくみんな喋らないよね、おさむちゃんに全部そのこと僕が喋りすぎるからみんな喋らないんだよ、全然本番もそうそうなんですよ、止まんなくなっちゃう、そうそうそう、止まんなくなっちゃう、喋りが別に得意なわけじゃないんですけど、なんかわけわかんなくなっちゃう全然わけわかんないと喋りライブ行くとね、それかなり強く出るんだよね、そうなんですよ、ね、知ってる知ってる、はい、それもね、ある意味不安としては楽しみで、うん、ほら、来たぞ、止まらなくなったぞで一杯飲みながらね、みんな言うと、ほら、おさむが喋り出したよどっちに行くんだろうなとか言ったのねそこね、こうへいちゃん止める係ではないので放置しといて、ボケて違う方へ行くっていう感じだから、まあ、こうへいくにもこうどんどんね、出てきてもらいたい、そしたらライブじゃないじゃん、トークショーじゃん、たまに歌うトークショー、歌もあるトークショー、そうやっとけばほら、騙された気にならないいいかもしれないねさあ、じゃあ今日はもう一曲、はい、さっきのは私の無理口なので ね、終わってないのでね、わかりました、はい、はい、じゃあ次の曲よろしいでしょうか、はい、じゃあね、ナビ君よろしく、あんなんすよ
青い空、広い海、真っ白な街並みにさんさんと降り注ぐ太陽、アンダルシアの風に吹かれながら僕たちはオレンジを食べた。
ライブとか今の曲もいいね。ありがとうございます。いやいやいやアンダルシアですね。もう盛り上がります、ね、これもじゃあリクエストしていいですか。あ、もちろん盛り上がるもんねじゃあぜひ告知をどうぞ。そうですね、まずね、一番近いところだと、はい、今週の土曜日、はい、6月4日ですよね。6月4日ですね、はい、渋谷クロスステッチさんっていうね、歌あのアコーディオンとギターのデュオのお二人と一緒にライブがございまして、はい、はい、ですね、はい、であとね、まあ、いろいろあるんですけど、うん、ちょっと一つ大きいのが夏にありまして、はい、8月の27日、はい、夜になっちゃう日でございますけど、ね、その日にね、ジャンゴ東京フェスティバルっていう、そういうこの僕らのやってるようなそのマヌーシュジプシージャズ の、うんうん、一大イベントがね、これ上野公園 の、水上音楽堂ですか、うん、野外ステージ、そこでありまして、これぜひね、これもぜひぜひっていう感じですね、うん、ね、結構じゃあいろいろありますね、毎月毎月7月、はい、クリスタルのマンダルもありますしね。そうそうそう、はい、そうです、待ってられないです、待ってられないですね。でも今3曲聴いただけでももう大丈夫って感じですね。ありがとうございます。だってみんなが楽しいもんね。何が飛び出てくるやらおしゃべり楽しい、音楽楽しいんだったらもう最高ですね。ありがとうございます。よかったですね。おめでとうございます。苦労した甲斐がありましたね。このためだったんですね。このためなんです。これからもクリスタルで応援しますので、よろしくお願いします。ぜひぜひお願いします。今日はスペシャルでしたね、はい、ありがとうございました。はい、これからもクリスタル応援します。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。